ヒロさん、リスト集まったらしいじゃないですか。おめでとうございます。や,やりましたね。はい。まあ、こっからですね。はい。まあ一人、まああと、なんかあの、反応も取れるっぽいんで、いいんじゃないですか。うん。だからこれがまあもう本当に、リストマーケティングというか、まあビジネスの本当に初初、初、初動というか。うん。で、これをやっていくと、まあ結局その、 まあ僕もいろんな方に教えてますけども、やっぱね、そのメールアドレスのその先の人がどういうリアクションするのか、どういうふうに悩みを持ってるのかとか、そういうのが分かってくると、これビジネスになるんですよ。で、一番良くないのが、その、そのお客さんが見えないってことなんですよね。うん。要は悩みが分からない。どういうものを欲してるのか分からない。ただメールアドレスだけあります。何書くのって話じゃないですか。おばあちゃんに書くのか、ね、小学生に書くのか。 このメールの書き方違いません <laughs> まあわかりやすく言うとね。うん。なんで、あのー、まあ今後やることはしっかりとお客さんの声、まあどういうことに悩んでてどういうところにつまずいてるのかっていうのをしっかり取っていく。まあドリアカの講義でもいろいろ言ってますけども、まあそこを取っていただいて、プラスそこに対応した、そこにコンテンツをぶつけて、で、えー、それのフィードバックですよね。あ、お客さんの感想、あ,あの、 なんすかあのあモニターでやるんだったらそのモニターの感想だったりとか、まあ、そういうのをもらってって自分に自信をつけてってあ自分のコンテンツは喜ばれてるんだとかねだからその結局その自信がないのってこれ作っていいのかなとかこれでいいのかなみたいな分かんないですよ確認できないですよ、ね、仮に自分がこれはいいって作ったとしてもお客さんに悪いかもしれないですよねこのラーメンはうまいと、ね、コテコテのラーメン 油シュこの油はめちゃめちゃいい。ジローはやってるから、みたいなね。ジロー系ラーメンだ、みたいな作ったとするじゃないですか。でも、目の前のお客さんが、いや、油コテコテのラーメンちょっと嫌いなんですってなったら、自分の100%は相手の0%ですよね。いや、油とかそういうのダメなんです、みたいな。そう。だからそれもしっかりと提供して確認するっていうことをしていかないと、まあ、その、うまく回らないですよね。 うんうん、はい頑張ってくださいまた報告お待ちしております